学さん、作家の宮崎の学さん、学さんの方から、鈴木邦夫さんに続いて、司法行政政治の世界ではないところからのお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんばんは。司会の方が最初言われた順番とちょっと順番が違うんでまだ準備ができてない状態になっていますけれども、実は今この国の中で起こっていることを僕らは今ちゃんと覚えておくべきだろう、こう考えています。それは一体何が起こっているのかは、何がどういうふうに流れていこうとしているのか実はよくわからないという状態だろうと僕はそういうふうに思います。で、特に小沢さんの一連の事件に関してこう民主党政権が崩壊していく過程ですね、はい、この過程の中で一体何が起こっていたのかということは我々は記憶の中に留めておかなければいけないんだろうこう思います。僕はそこ で、この民主党の、まあ、3年3ヶ月という政権の再検証をやっぱりするべき時に来てるなとこう考えてですね、いろんなところでいろんな人に話を聞いて一つだけ驚くべきことがありました。それはですね、この3年3ヶ月の間、メディアの小沢批判というものはものすごい勢いで流されてきたわけですね。で、特に、まあ、三大新聞に関して言いますとですね、大きな特徴がありました。僕はそれに非常に愕然としたわけでありますけれども、三大新聞と呼ばれる新聞の中で一番小沢批判を露骨に口汚く展開したのは朝日新聞でありました。その全体の量を言いますとですね、朝日新聞の小沢批判というのは、三大新聞の中の2分の1を占めます。他の新聞、まあ、読売とか毎日はですね、ですから4分の1ずつということになって、圧倒的なメディアの中で、まあ、新聞に関して言えばですね、朝日新聞の論調が一番小沢さんに厳しかったそうだったんだろうと思います。で、問題はですね、じゃあその朝日新聞はどうだったんだろうかということを考えなきゃいけないだろうと思います。それに関して一番分かりやすいことがこの間起こりました。それは大阪府の橋本徹さんに対する週刊朝日の記事を朝日新聞が検証した、こういうふうに言ってるわけですね。で、その検証結果が3本出てます。で、それにその特徴はですね、小沢さんの時に朝日新聞が言ってたことと全く逆の検証をしています。それは どういうことかというと、小沢さんの場合は違法行為性があるかどうか説明責任を求めるというのが彼らの論調だったと思います。ところがこの朝日新聞が自ら行った検証の中にはですね、違法行為性の検証は一切飛ばしてあります。で、つまり自分たちはメディアとして、特権を与えられているのであるから、こういうふうにあったこと書いたことに関して誤りはあったかもしれない、その程度のつまり説明責任で終わらせている。つまり朝日はマツコンプなんだよ、マツコンプ私がいただいたわけではありませんそういうわけでしょう。で、まあ、そういうことで、一番小沢さんに厳しかった朝日新聞というものは一体何なんだろうかということをこの政治状況の中で僕は考えました。その時に僕は一つの歴史の中でですね、1939年に社会民主党が崩壊していく過程、その翌年には平沼喜一郎内閣が生まれて、いくわけでありまして、翼賛体制がこ
ここで確立していくわけですね。この民主党の実質的な崩壊現象というものは、僕は次なる翼賛体制への一つの大きな流れができてきてるんだろうとこう思っています。で、その翼賛体制を陰に日向に支えていくのがメディアである。そしてそれの役、メディアの果たす役割はすでにその1939年から1940年に向けて一度は私たちの、年配の方々は経験してきている政治過程だったわけですね。僕らは今意外と読みづらい政治状況かもしれないけれども、非常にこの体制翼賛的な流れの中に放り込まれて、その激流の中で揉まれてるんだ、こういう認識を僕は持つ必要があるんだろうと思っております。それを踏まえて言いますと、やはり今の政治の状況の中で、誰か先ほどおっしゃったわけですが、僕はこれ小沢さんに対する疑問ということでもあるんですけれども、小選挙区制度を導入されて、小選挙区制度の元のではですね、なるほど 20% の得票率の分が 80% を支配するということが可能な状況を作り出した。ここに対するやっぱり根本的な反省というものはこの際するべきなんじゃないだろうと思います。で、逆に言えばですね、誰かがまこれもおっしゃってましたが、 20% 取ればこの国の支配はできるんだという考えも一方においてはあるのを承知しております。しかしながら僕は思うのは、やはりそれは 20% が 80% を支配するという構造はですね、構造的に欠陥があるんだ、こういうふうに思います。やはりよりもっと広い民意が反映し、そして今回小沢さんご自身が経験されたようなその権力の側の政治介入というようなものを跳ねのけるだけののぶとい民主主義というものを僕は作り出していかなきゃいけないんだろうと、僕はこの際小沢さんご自身が経験された上に立たれてですね、日本におけるのぶとい民主主義の確立のためにさらに一肌二肌脱いでいただきたい。その期待感を込めてですね、私の話を終わらせていただきます。